ザーロモン・マイアー・フォンドート・シルト・ザーロモン、マイアー・フォンドート・シルト男爵は、フランクフルト出身のオーストリアの銀行家、貴族。ロート・シルト家の祖である、マイアー・アムシェル、ロート・シルトの次男であり、オーストリアのロスチャイルド財閥の創始者。1774年9月9日、ヘッセン・カッセル・宝白化後要商人マイアー・アムシェル、ロート・シルトの次男として新生ローマ。 帝国帝国自由都市フランクフルトのゲットーに生まれた。1789年頃から父の仕事を手伝うようになり、ロスチャイルド家がヘッセンカッセル疱白家の世紀の金融機関に指名されると毎日のようにカッセルに詰めるようになった。1800年に父はザーロモンと長兄アムシェルをパートナーとした。同年に結婚した。1806年10月にナポレオン率いる。 フランス軍がプロイセン侵攻のついでにヘッセンにも侵攻し、11月にはヘッセン選定校ビルヘルム一世が国外亡命を余儀なくされた。ロートシルト家は選定校不在時の選定校の再建の管理を任され、ザーロモンもフランス当局の目を盗んでは馬車で各地を回って選定校の再建回収に努めた。またナポレオンが発令した大陸封鎖令を利用し、 ロンドンにいる長男と姉さんがイギリス商品を安値で買い付け、それをザーロモンとアムシェルが物資不足にあえぐ、大陸各地で売りさばき、巨額の利益を上げることにも成功した。1810年9月には父、兄アムシェル、自テカルマン、サンテイヤーコップと共にマイアーアムシェル、ロートシルトフ氏会社を創設した。父は1812年に死去したが、 その頃にはすでに兄弟は全員が億万長者になっていた。ナポレオン敗退後の復古体制ウィーン体制では銀行会も旧勢力が復古したので新山のロートシルトは弾き出されたが1818 18年のアーヘン会議で立場を挽回した。この会議でもはじめロートシルト家は弾き出されそうだったがザーロモントカルマンがフランス交際を大量に買って一気に売り払う。 金融操作を行ったことが功を奏し、復古勢力も、今やロートシルト家が無視することのできない、大財閥であることを認めたのであった。会期後には、ウィーン体制の中心人物である、オーストリア帝国最小クレメンス・フォン・メッテルに比が90万、グルデンの融資を求めてきたので、これに応じている。1839年に描かれたザーロモン、マイアー・フォン・ドートシルトの絵。 全ヨーロッパにまたがるロートシルト銀行帝国の一翼となるべく1819年にオーストリア政府の許可を得てウィーンへ移住した。オーストリアは未だ封建主義的でユダヤ人差別も激しい国だった。そのためロートシルト家としてはここを担当するのは兄弟のうち最も封建領主のご機嫌取りがうまいザーロモンが最適と判断したのだった。当時のオーストリアでは ユダヤ人の不動産所有が法律で禁じられていたため、ザーロモンは邸宅を持たず、ウィーン市内のローマ皇帝ホテルで仮住まいした。しかし銀行業の方は順調に推移し、オーストリア公債の公募と債券の発行で巨額の利益を上げた。最初メッテルニヒをはじめとするオーストリア政府中枢部とも緊密な関係となった。メッテルニヒからの依頼を受けて、パルマ助行。 マリアルイーザの死生児、ウィルヘルム・アルブレヒト・フォン・モンテネボー伯爵のための財産を巧みな金融操作によって作り出すことにも貢献した。1822年にはハプスブルク家から彼を含むロートシルト5兄弟全員に男尺位が送られている。1835年、フェルギナントが皇帝に即位すると鉄道建設プロジェクトの請願を出した。この鉄道の名前を カイザーフェルディナント、北部鉄道と名付けることにより、皇帝の自尊心をくすぐり建設にこぎつけ、オーストリアの鉄道王としても知られるようになった。また彼は、オーストリアロイド規線会社の発起人となったり、1843年には、スレスコ地方、ビトコビッツにあるビトコビッツ製鉄所を独占所有した。このようにして、もともとは銀行家であった。彼は、 産業資本家としての一面も持つに至った。事前事業も積極的に行い、病院の建設や給水設備の設置に莫大な寄付を行った。様々な法的制限を課せられているユダヤ人の地位改善にも努めた。1843年には最後まで残されていたユダヤ人に対する権利制限である不動産購入禁止も解禁された。これを機にザーアルモンも モラビアやシレジアなどに大小園を購入したため、彼は芝叩く間に、オーストリア有数の王子主となった。オーストリアが革命に揺れる1848年3月13日、革命派ボートの憎しみを集めていたメッテルニヒは、ザーロモンからもらった金貨と信用状を持って、国外亡命を余儀なくされた。ついでボートは、ザーロモンが購入していた、ローマ皇帝ホテルにも押し寄せてきて、 打ち壊しと略奪を行った。身に危険を感じたザーロモンも国外亡命を余儀なくされた。この革命によってロートシルト家は破産寸前まで追い込まれたが、ご兄弟の団結と1849年頃から保守派の反転攻勢が始まり、革命勢力が衰退し始めたことでロートシルト家は滅亡を免れた。ザーロモンがオーストリアへ帰国することはなかったものの、 彼の息子アンゼルムがオーストリアにおけるロートシルト財閥を建て直した。ザーロモンは1855年7月28日にフランス・パリで隠しした。ユダヤ教への信仰心は5兄弟の中でも長兄アムシェルに次いで強かった。これに対して下の3人はしばしばユダヤ教の戒律に反する行動を行い、アムシェルから大目玉を食らっていた。 彼の息子であるアンゼルムは、生まれながらの浮遊者として物腰も洗練されていたが、立志伝の人であるザーロモンは、宮廷に出入りするオベッカ使い前とした、奴隷根性的雰囲気が消えなかったという。1800年にカロリーネステルンと結婚。彼女との間に以下の2子を設けた。ありがとうございます。